これはあの3枚におろして、うん、で身をそこからさらに半分にして、で、軽く炙って、まあ、塩水に漬け込んでる状態ですね。漬け込んだら次はもう干すので、干し網に並べていきます。作るっていうことに携わることがなくて、うん、で、まあ、それまではこうサラリーマンしてみたり、こう海沿いの県やっぱり着物の屋さん多いんで、うん、でやっぱ岡山はすごく少なくて、まあ、恵まれた環境にあるけど着物屋さんっていうのがないんで、ちょっとじゃあほぐしてみますね。めちゃくちゃ美味しそう。美味しそう。これ着物ってなんかあのイメージは結構こうなんだろうな、もっと乾いてふっくら感が少ない感じがイメージなんですけど、めちゃくちゃ柑橘さんのふっくら、これはあの3枚におろして、うん、で身をそこからさらに半分にして、で、軽く炙って、でもう氷で冷やして叩きにして、ここの場所自体がもともと結構有名な魚屋さんだったんです、入る前は。でやっぱりそこが辞めてしまって、うん、まあ、近所の方ってすごい魚屋さんロスというか、なので、まあ、あの少しでもこうやっぱり役に立てればいいなっていう思いもあって、別に干物だけでも本当は良かったんですけど、だけどまあなんか困ってる人たちがいるんだな、まあ、僕でできることをしたいなと思って魚もちょっと始めた。注文分なんですよ。お客さんから注文を受けて今日この後配達に行くんですけど、こう物を作るっていうことに携わることがなくて、で、まあ、それまではこうサラリーマンしてみたり、こうやっぱりちょっと間接的にあの物に携わる仕事が多かったので、やっぱり自分で何かこう作りたいなってずっと思いがありながら、なかなかそれが実現できず、でやっと、こう着物っていうのと出会って、まあ、自分で作ってみようかなっていうのがもう、これを始めたきっかけですね。うちで作る着物っていうのはこう日常食、やっぱり日頃こう食べてもらえるような、まあ、価格帯で、僕はやっぱり1週間のうちに、まあ、1日か2日やっぱりこう日頃を食べる日っていうのがこう浸透してくれたらいいなって思いまして、まあギリギリのところでこう値段も頑張ってる感じですね。こう海沿いの県やっぱり日頃の屋さん多いんで、やっぱ岡山はすごく少なくて、まあ、恵まれた環境にあるけど日頃の屋さんっていうのがないんで、まあやっぱりそれもすごい寂しいなっていう思いもあって、ちょっと自分で日頃の屋さん頑張って干物の文化っていうのが岡山でもなんかこう浸透してくれたらいいなって思いまして、まあ、一生懸命こうなんかイベントなんかに参加しながらちょっと自分の思いを話してる感じですね。もう、まあ、塩水に漬け込んでる状態ですね。でここで味が決まってくるんで、まあ、魚の毎日状態見ながらとか、まあ、今だとあの秋口なんで、まあ、一番管理しやすいんですけど、まあ、季節で結構漬け時間を変えていくんで、同じものでも例えば夏と冬は全然漬け時間が違って、でこの後干すっていう工程もあるんですけど、干し時間自体も変わってくるんで、漬け込んだら次はもう干すので、干し網に並べていきます。常温というか、だいたいもう25度とか、それぐらいが一番いいって言われてるんで、
まあ、外の気温と同じぐらいの温度設定、まあ、秋口とか春先の温度と変わらない。だから夏とか冬はやっぱりちょっと日もやりにくいんです。だからこの機械もそれに近い温度設定があって、グリルの場合はもう基本的には最近のグリルはあの紐のボタンとか魚ボタンがついてるんで、ついてればもう任せて焼いてもらうのが多分一番いい。なかったらまあ、それに近い焼き時間が設定できるボタンを探してもらうか。時間はねやっぱりあのグリルでも結構その性能が違うんで難しいんですけど、大体、まあ、アジとかだと12分から15分ぐらいがあのやっぱり上手に焼ける時間ですね。それぐらいの感覚でちょっと様子見ながら焼いてもらったら、で焼き上がりはやっぱりあの軽くこう焦げ目がやっぱりついてる状態、あの綺麗に焼きすぎるとやっぱりちょっとまだ生焼けの感覚が残るんで、ちょっと焦げてるぐらいが食べたら美味しい。あ、ちょっと焦げてるぐらい。そうですね、まあ、全く焦げ目がついてないっていうのは、はい、あの綺麗には焼けてるけどあんまりちょっと美味しくはないです。まあ、こんな感じなんで。もうなさそう。ということで、先ほど干しましたアジの干物が焼き上がりました。今一番いい状態ということで、焼きたてほやほやです。ちょっとじゃあほぐしてみますね。魚ほぐすのどういったのか。あ、いい感じです。大丈夫ですか、はい、ちょっとこうめちゃくちゃ美味しそう。美味しそう。干物ってなんかあのイメージは結構こうなんだろうな、もっと乾いてふっくら感が少ない感じがイメージなんですけど、めちゃくちゃ柑橘さんのふっくらですね。僕が目指している干物のこれですね。生魚と干物の一番いいところを取るっていう、はいはい、食感は生魚、味は干物、はい、もうこれを目指して5年間頑張ってきたので、すごい、めちゃくちゃ楽しみです、はい、じゃあいただきますね。なれこあの言われた通りの食感は生魚で味は干物、あの旨味が凝縮されて噛めば噛むほどこうどんどん魚本来の旨味が来て、ずっと美味しい。これご飯とどうですか。いやこれご飯もご飯この一口で一杯いけるぐらいの、はい、いやもう冗談抜きにそのぐらいですね。お酒好きな方は日本酒とか焼酎とか、うん、塩加減もめちゃくちゃ程よい感じで、大人も好きだし、ね、子供もなんだろう好きな塩加減かなと思います。わざわざ干物にするみたいな そもそも論って。そうですね、いろいろこう理由はあるんですけど、はい、まあ、生魚の場合はやっぱりあの調理はすごく簡単で、はい、まあ、焼けばいいっていうところで言うと干物にすごい手間はかからないんですけど、工程的にはそうですね、はい、だけどあの実際こう食べるってなった時に、やっぱりその生魚は特に素人の方っていうのは焼くのが難しい、まず上手に。あ、はいはいはい、でなんでかっていうとやっぱりたくさん水分が残ってるんで、うん、まあ、上手に焼けなかったり生焼けになったり、うん、焼きすぎて焦げたり、その調整っていうのはやっぱり生魚は意外と難しい、難しいですね。まあ、毎日料理されてる人はそうでもないかもしれないですけど、はい、うん、魚はやっぱりあの食べない方とか料理しない方は結構実はハードルが高くて、確かにそうです、まあ、実際それを嫌がる方も結構多い、うん、逆に干物の場合は、はい、こう余分な成分というのをやっぱり作る過程で落としているので、はい、
誰が焼いても基本的に焼き時間を大体守ってもらうと同じような焼き具合になるので、これ子供さんがやっても大人がやっても大体何分ぐらいで焼いてくださいねっていうのをちゃんと守ってもらったら、まず失敗しないんですよ。料理の腕それが干物のすごくやっぱりいいところ。あ、料理の腕に関わらず、なんかこう料理ができなくても焼ける。あと質問いいですか。はい、まあ、生魚ってすぐ傷んでしまうというか、そうですね、干物ってのは大体、まあ、今の10月とか秋シーズンはどれぐらいなんですか。大体、まあ、目安としてはうちのお店の場合だと製造して、まあ、翌日から大体4日間ぐらい冷蔵保存ができるんで、まあ、それを目安にお客さんには召し上がっていただくようになる。で、生魚は基本的に当日かやっぱり翌日に売ってるんで、まあ、2日から3日間ぐらい干物の方がやっぱり長い。もう一ついいところがあって、干物の場合は冷凍しても味があんまり変わらない。あ、そうなんですか。水分が抜けてる。そうですね、ほとんど水分抜けてるから、はい、冷凍した状態でも結構一定の味をずっと保てるので、まあ、1ヶ月ぐらいは冷凍すれば保存が効くから、はい、本当に保存食、非常食っていう意味でも家に少し置いとくと、いざやっぱりおかずがちょっと一品足りないなっていう時とかは、はい、冷凍庫から出してすぐ焼くっていうで解決するっていうのも着物のいいところかな。確かにそうですね。冷凍しても味変わらないのもめちゃくちゃありがたいですね。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。